ドラマールはフランスの写真家、画家、特にシュルレアリスムの写真家として活躍した。1937年にパブロ・ピカソが制作した泣く女のモデルであり、この直前にピカソがゲルニカを制作した時には1月近くにわたって制作過程を撮影した。フォトモンタージュによるドラマールの代表作はロンドン、ニューヨーク、アムステルダムなどで開催された 主なシュルレアリスム展に展示された。日本で最初に紹介されたのは、滝口修造と山中チルーの企画、水江の講演による1937年の海外超現実主義作品展においてである。ドラマールは1907年11月22日、パリロックにアンディエットテオドラマルコビッチとして生まれた。父、ジョゼフ・マルコビッチは、試作出身の建築家、母。 ルイーズ、ジュリー・ボワザンは、シャラントケンコニャックの生まれで、医療品店を営んでいた。1910年に、父、ジョゼフの建築プロジェクトのために、一家で、ブエノスアイレスに越した。ドラマールは、子供時代をアルゼンチンとフランスを行き来して過ごし、ブエノスアイレスで、初等教育を終了した後、パリのリセモリエールに学んだ。1923年に、 中東教育修了証書を取得し、装飾芸術中央連合に登録し、女子美術教育の促進を目的とする、婦人委員会の活動に参加。ここで後に、画家、装飾画家、造形作家となるジャクリー・ヌ・ランバヤ、美術師やガリエラ美術館学芸員のアンリ・クルーゾーの娘、マリアンヌ・クルーゾーとマリー・ローズ・クルーゾーと共に学んだ。1927年から、 私立美術学校アカデミージュリアン及びキュビスムの画家アンドレ・ロートのアトリエに通った。ロートのアトリエには前年からロートに支持していたアンリカル・ティエブレッソンも出入りしていた。一方、美術評論家のマルセル・ザ・ールにはパリ私立写真学校への入学を勧められ、写真家ルイ・ビクトル・エマニュエル・スジェに紹介された。スジェは前年にサシエ入り週刊新聞、 イルストラシオンの写真部門を創設しており、ドラマールに、画家よりは写真家として活動を続けるように進めた。モード雑誌、グラフ雑誌、ケフェールドラマール映画の舞台美術を担当し、映画評論雑誌にも寄稿していたピエール・ケフェールに出会い、この後1934年まで、フィガロ紙の差し入り年間、月刊誌、フェミナ賞の名前の由来となった差し入り女性誌、 フェミが、エクセルシュオール紙のモード雑誌、エクセルシュオールモード、グラフ雑誌、ビューなどに、ケフェールドラマールの連名で、主に広告写真を発表した。また、この頃、おそらくは、親友のジャクリーヌ・ランバを介して、映画監督のルイシャ・バンスと出会った。彼とは1935年頃まで、恋愛関係にあり、サハの社会活動にも共に参加した。 写真家として活躍し始めたばかりのブラッサイト1930年に出会い、友人に借りたモンパルナスのアパートを彼と共同でアトリエとして使用しながらモード写真家のハリー・メイルソンの助手を務めた。シュルレアリスムの写真家として活躍していたマンレイにも同じように助手を務めたいと申し出て拒否されたが、以後彼から助言や支援を受けることになった。 1931年にノルマンディ地方に滞在し、美術史家ジェルマンバザンの著書、モン・サンミシェルに掲載する写真の撮影のため、彼の撮影技師を務めた。この一連の写真は本書観光前、写真家としてのドラマールの可能性を見出したマルセルザールはファッションデザイナーで映画や演劇も制作していたジャック・エームに彼女を紹介し、エームを介して、 モード雑誌に写真を掲載する機会を得た。ザールはまた彼が美術雑誌に発表した記事にもドラマールの写真を採用した。1933年にスペインに撮影旅行に行き、バルセロナでアントニガリの作品を撮影し、ラ・ボケリアの市場やランブラス通りで市民の日常生活をカメラに収めた。さらにカタルーニア州地中海沿岸のコスタブラバで撮影を 続けた。これらの写真は、友人のサッカリーズ・ドアルムが主催するシュルレアリスムの雑誌、ルファールド・ヌイリに掲載された。ピエール・ケフェール自身についても彼とドラマールとの関係についても詳細は不明だが、この時もまだ、ケフェール・ドラマールの名前で作品を発表しており、二人が共同制作を打ち切ったのは1935年頃とされる。その理由もまた不明である。 社会問題への関心、反ファシズム一方、モード雑誌の写真家として活動を開始したドラマールだが市民生活を撮影したバルセロナの写真では社会問題に対する関心が伺われ、このような関心からやがて反ファシズムの運動に参加することになった。フランス派、極右勢力がナチスによるドイツ制派に連動して民衆を煽動して起こした暴動を受けて、 サハ知識人により、反ファシズム知識人監視委員会が結成された、時には、アンドレ・ブルトンとルイ・シャバンスの提案による、反ファシズム宣言、闘争の呼びかけに署名した。また、この一環として4月18日に、統一行動に関する調査と題する小冊子を配布した際には、ブルトン、ジャン・カスー、アンドレ・マルロー、ジョルジュ・ユニエ、マルセル・ジャンラの作家、 画家と共にこの冊子を作成した。ブルトンを中心とするシュルレアリスムの運動に参加したのもこうした活動を通してであった。1935年には、ブルトンとジョルジュ・バタイユによる反ファシズムの革命運動、コントルアタックに参加し、また、彫刻家、アルベルト・ジャコメッティのアトリエで撮影した作品、不可視のオブジェは、まずシュルレアリスムの雑誌、ドキュマン34に、 ついで1937年刊行のブルトンの著書、狂気の愛に掲載された。同じ1934年に、親友、ジャクリー・ヌ・ランバが、ブルトンと結婚し、同じくシュルレアリスムの運動を牽引した詩人、ポール・エリュアールは、彼がヌーシュと名付けた、アルザス生まれの女優マリア・ベンツと結婚した。特に、エリュアール夫妻とは、ドラマールがこの後、 ピカソの愛人となってから4人で旅行をするなど最も親しく付き合い、ドラマールはヌーシュの写真を多数撮影した。これにはヌーシュの顔写真にクモの巣を重ね合わせたフォトモンタージュの代表作も含まれる。また、ドラマールはスペイン内戦中のゲルニカ爆撃に抗議するピカソのゲルニカの制作過程を写真に収めたことでも知られるが、エルールはこれに合わせて、し ゲルニカの勝利を発表した。ドラマールがもう一つの代表作であるアシア・ハラナとロフのヌード写真を撮影したのも1934年から35年にかけてであった。これはドラマールの名前で発表し、他のケフェールドラマールの作品と合わせて団体展に出展された。団体展には、ジャン・モラル、ロール・アルバニコール・ギオ、ピエール・ブーシェ、エリ・ロタール、 ダニエル・マスクレラ・フランスの写真家だけでなく、戦艦期に、フランスで活躍した、アメリカの写真家フローレンス・アンリ、欧州における、ファシズムの台頭に伴って、フランスに亡命した、ハンガリーの写真家、ノラ・デューマ、エルジーランドケルテース・アンドル、ドイツの写真家、ジェルメーヌクルル、イルゼ・ビング、オーストリアの写真家イララも参加した。シュルエアリスム・ケフェールとの関係が終わると、 メールソンから古いアトリエを借り、その後、父の援助でパリパックアストルグ通りに写真スタジオを構え、写真家として本格的な活動を開始した。これまでの社会問題に関する関心から、アジプロ劇団、10月グループのシャバンス、俳優モーリス・バック、マルセル・デュアメル、マックス・モリーズと共に、ラルプ・デュエーズで単行のルポルタージュを行い、 地元の農夫やポーランドからの季節労働者の写真を撮る一方で、1935年4月に、スペインのサンクリストバルデララグーナで開催された、シュルレアリスム展に代表作、真似をする子供を出展。また、国際革命作家同盟のフランス支部、革命作家芸術家協会の写真部門の主催による、社会生活の記録展に、ピエール・ブーシェ、ブラッサイ、カルティエ・ブレッソン、 デビット・シーモア、ジョン・ハート・フィールド、ジェルメイ・ヌクルル、エディ・ロタール、マンレー、アンリ・トラコル、ルネズ・ユベールらと共に参加した。ドラマールはシュルレアリストが共産主義者と決裂した際にも、ブルトンらの方針を支持した。1935年6月にファシズムから文化を守ることを目的として開催された第1回文化用語国際作家会議で、 ブルトンがソ連代表のイリア・エレンブルグと対立して、シュルレアリストが同会議から追放されると、翌7月に、ブルトンが共産党との決別を表明する、シュルレアリストが正しかった時代と題する小冊子を刊行した。これには、ドラマールのほか、エルアール、サルバドール・ダリ、オスカル・ドミンゲエス、マックス・エルンスと、ジョルジュ・ユニエ、ルネ・マグリット、メレット・オッペンハイム、 バンジャマン・ペレー、マンレー、イブ・タン・ギーラが署名した。同年に、ベルギーのラル・ビエールで、シュルレアリスム展が開催された時には、エルンスト、ジャン・アルプ、ジョルジョ・デ・キリコ、パウル・クレー、ジョアン・ミロと共に出展し、また、ジャンル・ノワール制作の映画、ランジュ氏の犯罪では、スチールカメラマンとして参加した。ピカソとの出会いピカソと出会ったのは、1936年1月。 パリロックサンジェルマンイコールデイコールプレチックの老舗カフェ、ドゥマゴでのことであった。ドラマールはテーブルの上に手を広げてナイフで指の間を順番につく遊びをしていた。あまりに素早くついたためにナイフが指に当たって血が流れたがそれでもまだ続けていた。ピカソは貴重の荒いドラマールに惹かれアトリエのショーケースに血まみれの手袋を置いていたという。ドラマールは アストログ通りのアトリエでピカソの肖像写真を撮り始めた。また、1930年頃からしばしばウール県、ギゾールのル・ボワジュリの古城に滞在して制作していたピカソはドラマールを連れて同地を訪れ、ここで互いの写真を撮り続けた。二人はこれらの写真をもとにクリスェベールを制作し、美術評論家クリスチャン・ゼルボスが創刊した。 前衛美術雑誌、カイエダールに発表した。一方、ドラマールは1936年からシュルレアリスムの代表作を発表し始めた。1936年6月11日から7月4日まで、ロンドンのニューバーリントンガローで開催された国際シュルレアリスム展では、真似をする子供、ジャクリーヌ・ランバの肖像、夜明け、およびシュルレアリスムの先駆、不条理演劇のとされる。 アルフレッド・ジャリーの演劇、ユビュー王に触発されたユビューの肖像が展示された。1936年12月から1937年1月までニューヨーク近代美術館で開催された幻想芸術。だが、シュルレアリシム展には、ブルトン、ルネ・クルベル、リーズ・ド・アルム、ヌーシュ、エルアール、ポール・エルアール、レオノール・フィニ、ジャコメッティ、ユニエ、フリーダ・カーロ、マリー・ロールド、 の愛ゆ、メレット・オッペンハイム、イブ・タンギーラと共に参加し、夜明けと真似をする子供を出展した。ゲルニカ制作過程の撮影、泣く女1936年7月に、スペイン内戦が勃発し、1937年1月に、ピカソは、共和国政府から、パリ万国博覧会のスペイン館を飾る壁画の制作を依頼された。ピカソは、ドラマールが、 10月グループの仲間を介して見つけたパリ・ロック・グランズ・オーギュスタン、通りの建物にアトリエを構え、5月から、ゲルニカの下絵を描き始めた。ドラマールは5月11日から6月4日まで、この制作過程を撮影した。暗いアトリエで、光が弱く、不均等であったため修正を加えたり、何度も撮り直したり、作品に仕上げる前に、複数の写真を組み合わせたりした。 ゲルニカの制作過程を撮った写真は、現在フランス国立近代美術館が所蔵している。ものだけでも80点以上あるが、当初はゲルニカの制作と、ほぼ同時に、ゼルボスのカイエダール詩に掲載された。なお、この雑誌は、ピカソの作品を継続的に取り上げたことで知られ、ゼルボスは、こうした情報に基づいて、後に、ピカソのカタログレゾネを作成することになる。 ドラマールとピカソの関係は1936年から約9年続いたが、夏は南仏コートダジュールのムージャンで、ヌーシュとポール・エルアールの夫妻と共にバカンスを過ごした。ここでも、ピカソとエルアール夫妻の写真を多く撮影し、特に牛の頭蓋骨を持って、海辺に座るピカソを撮った一連の写真は、彼のミノタウロス作品組への言及から、ミノタウロス姿のピカソと題されている。 ゲルニカがパリ万国博覧会のスペイン館の壁画として発表された1937年にピカソはドラマールをモデルに泣く女を描いた様々な表情の泣く女作品群が存在するがすでにスペイン館のゲルニカの隣に泣く女の版画が展示されていたドラマールはこれらの作品を写真に収めると同時に自らも模写をしたり 同じ、泣く女として、独自の作品を制作したりしている。同じ1937年に、日本で、滝口修造と山中チルーの企画、水への講演による、海外超現実主義作品展が開催された。エルンスト、タンギー、ミロ、ピカソ、ハンス・ベルメール、マンレー、マグリット、デキリコ、インドリヒ・スティルスキー、ヘンリー・ムーア、ポール・ナッシュなど、 各国のシュルレアリストの作品377点を集めたこの大規模な展覧会にはドラマールのモノマネをする子供とアストログ通り29番地も展示された。また、ユビュの肖像はジャコメッティのアトリエで撮った写真とともに LR ・ブルトン教編のシュルレアリスム簡約辞典に掲載され1938年に アムステルダムで開催された国際シュルレアリスム展にも出展された。第二次大戦下1939年に第二次世界大戦が勃発するとドラマールとピカソは西部のロワイアンに疎開しジャクリーヌ・ランバも合流した。まもなくピカソのかつての愛人でモデルのマリー・テレーズ・ワルテルがピカソの娘マヤを連れて同地に疎開した。 1940年6月22日に独仏休戦協定が締結されると、ドラマールとピカソは8月にナチスドイツ占領下のパリに戻った。対戦中、多くの作家、芸術家が米国に亡命したが、二人はパリに残り、同じく対戦中にパリで活動していたミシェル・レディス、シモー・ヌド、ボーヴォワール、ジャン・ポール・サルトルらと親交を深めた。 1942年4月頃にパリ・ロック・グランズ・オーギュスタン通りのピカソのアトリエのすぐ近くのサボア通りにアトリエを構えた。ピカソは翌1943年の5月に次の愛人となるフランソワーズジローに出会った。1944年にピカソ作のシュルレアリスム演劇尻尾を掴まれた欲望がアルベール・カミュによって内輪で上演された時にはドラマール、ボーヴワール、 サルトルも出演した。ドラマールは、戦時中に写真から海外に展示た。ピカソに勧められてのことであったが、これ以後、主にキュビスム風の肖像画や生物画を描くようになった。1944年から戦後の45年にかけて、サロンド・オトンヌに、生物画を出展し、ルネド・ドル・アンガローで行われた、ソ連の元捕虜、強制収容所に送られた人々のために、 芸術家が進呈した、または競売で落札された現代芸術の全作品展や、アリエル・ガローで行われたジャン・デュ・ビュッフェ、ジャン・ミシェル・アトラン、オスカル・ドミンゲスらとの団体展に参加した。リュベロン3階の麓の小村メネルブの秋1945年5月に、うつ病のために3万での精神病院に入院し、精神分析家、ジャック・ラカンの下で、電気経列療法を受けた。 やがてカトリックに精神的な救いを見出し、ルーズ県のリュベロン3階に囲まれた小村、メネルブに陰性した。これはピカソの援助によるものであったが、翌1946年末頃にはすでに3年にわたってフランソワーズジローと関係を持っていたピカソとの決裂が決定的になった。さらに同年のヌーシュの休止が追い打ちをかけた。 翌1947年に、エルアールが、リディエデ・ロッシュの偽名で発表したヌーシ,スイトーシュ追悼詩集、字は、ふれるには、ドラマールとマンレイによるヌーシュの肖像写真が、掲載された。ドラマールが住んでいた家、ドラマールは、以後も、メネルブとパリを行き来しながら、絵を描き続けた。主に、リュベロン三階やメネルブの抽象的な風景画を描き、団体展にも出展した。また、 同じメネルブに住んでいたニコラド・スタールと信仰を深める一方、マリア・エブ。1990年代に入って解雇展が行われるようになったが、ベルニサージュには出席しなかった。1997年7月16日、パリ滞在中に体調を崩し、オテル・デュード・パリ病院に運ばれたが、同日、89歳で死去した。クラマールのボアタル・デュー・ボッチに眠る。画家。 写真家のドラマールがここに1944年から1997年まで住んでいたと書かれた名版ムード雑誌、グラフ雑誌に掲載された写真社会問題への関心アシアハラナトロフのヌード写真スチールカメラマンとしてシュルレアリスムの写真作品、ゲルニカ製作過程、ピカソの肖像写真絵画生物画、風景画、ありがとうございます。